はい、毎度どうも、ひうちまるでございます。こんにちは。今回はアークティック50エンバーバーニングを使っていこうと思います。銃の感じはこんな感じです。いや、なかなか綺麗な銃ですよね。まあ真っ黒のね、普通のノーマルっぽい銃に模様が入ってて、しかもこう動くね感じの模様だから高級感もあるな。うん、かっこいい。でもってカスタムはこちら。ダメージ、命中率、射程距離、制御を上げて、連射速度と機動性を下げてるっていうね。いや、なかなかちょっと説明するのに大掛かりなやつだな。何が入ってんだ？あ、ストッピングパワーリロードが入ってるのか。で、なんでサイトが6倍タクティカルスコープなんだ？ん？おかしいな。アークティック50だったら普通にこの銃に合ったスコープが元からついてると思うんだけど、なんでわざわざその6倍のタクティカルに変えてるんだろう。まあ、よくわからないけど、このねエンバーバーニングで行ってみようと思います。レッツラゴー。はい、場所はラッシュ、行ってみようぜってことでね、みんな展開していきますけども、自分は今回スナイパーなんでクイックショットもろくにできないんでね、まあ後ろの方で言いましょうか。バギャーンと。まあこの辺で狙ってれば通ってくるとこは大体この辺か右の方でしょ。あ、右で撃っちゃやってるね。もう なんで後ろ下がってくるの。もう近接に切り替えて撃てなかったのかな。まあまあいいけども。あ、やられたね。いやー、煙を掘られた時はあんまり前行かない方がいいよ。ん、右から敵撃ってきてるね。なんだよ、おい。ヒットポイントいっぱいだったのに、ちょこんと当たっただけで死んだぞ。なんだ銃、ASM 点か。お前、うっさいぞ、ちょっと。よし、OK。はい、ヘッドショットで倒して、そのままちょっと前進して、まあ、この辺でいいかな、もう。ここで撃ってれば多分来るでしょう。うん、上にちょっと SMG がいますね。あの速さは Mac10 か MSMC がなんか、どっちだったっけ。なんかその辺でしょ多分。いや、わかんないけど。はい、もうハンドガンでもう倒して、で、もっぺん戻って、スナイパーであの辺を狙ってれば多分来るでしょう。あ、今来てますね。あー、しまった。肩行っただけか。今、青いお姉ちゃんが向こうに行ったね。あー、もうなんだ、もう、多分顔面の前に弾通り過ぎたんじゃないかな、今。あー、いけないか。おーおー、ロボットか。はい、オッケー。倒して、ヘッドショット。はい、もう一人も倒して。いや、これよか、忙しいな、おい。いや、もうそっち通らせてくれよ。もう無理だからいいや。もう、ハンターキラードローン発射。でもって、ここによくね、なんか SMG 入ってくるみたいだから、ここいた方がいいんじゃない？あ、外しちゃった。ちょっと遅かったね。よいしょっと、弾を変えて、あとはこの辺から。ここはまあ、2階からじゃないとあんまり狙われることもないだろうからね。さっとここから出てくる人とね、あ、こういう人、こういう人。ね、それ以外にあんまり狙われることないんで、まあ、この辺でいればいいかなって感じかな。はい、倒して。あ、いますね。はい、倒して。うん、ちょっとヒットポイントやばいんで、スウォーム出して。でもって、ナパームをおまけで出しときましょう。これでまあ、ちょっと半分個ぐらいに分担できるんじゃないかな。はい。おお、誰か倒してくれた。あ、グレネード持ちか。危ねえな。はいはい。オッケー。戻って。はい、犬出して。あ、火炎瓶掘ってんのか。はい、コラテラル。決まった。いや、あれ決まると気持ちいいよね。でもってハンターキラードローン掘って、またリロード。いや、ほんと今回忙しいな。なんかスナイパーなのに。ねえ。あ、犬が。バーン。犬は倒しとかないとね。もう仲間やれちゃう。あ、右上来てない。あ、やっぱり。しまった。地図見て、あの、赤点がついてないっていうか、青い点がついてないから敵だと思った瞬間にはもう撃たれてたね。足音聞こえてたのに。あ、後ろから撃たれた。またこいつか。もうほんと、この ASM 点撃ってほしいな、こいつ。なくなっておきなさいよ。ほんとに。なんでお前こっち来てるんだ？わわわわわ、もうMac10か。Mac10はさすがにちょっと弾変えてたら撃てねえわ。はい、倒して。んでもって、ここにだからもうMac10とか、あの今の青いね、あの、マンタレーだったっけ？あれが来るんでしょ、多分。あ、今外れたかい？ああ、壁にギリ当たったか、土のうに当たったかな。もうなんだよ、もうなんで一人でスナイパーで二人も相手にしなきゃいけねえんだよ、もう。誰もいねえのかよ。
あ、いたって撃てねえやつらか。オッケーオッケー。しゃあないね。うわー、マック10かな。あ、マック10だね。だいぶ近づいてくる人たちだからな。またそこにいんのかよ。はい、出てこいよ。足だったか。足だわ。あ、しまった。ちょっと低かった。もうちょっと高く狙ってないと。あ、また煙巻いてるわ。もう、煙はね、もうちょっと鬱陶しいね。あ、今当たったね。誰か引っかかってるな。あ、こんなとこに。はい、倒して、リベンジで勝利。50対41、GG。MVP いただきました。ありがとうございます。いや、いいね、ありがとうございます。いや、今回はもう忙しかったね。もうスナイパーなのに、もう本当に。もうあれやこれやと思って、あ、犬もだいぶ活躍してくれてますね。いや、犬ありがとう。はい、レーティングは82でした。いや、誰がくれたんだったっけ、分かんなくなっちゃってね。とりあえず味方の人にだけでもいいねを入れときましょう。さあ、戦績の方を見ていきましょう。どうかな。23キル7です。2アシストでした。まあ、スウォームとかね、ナパームも出したんでね、まあみんな10人以上キルしてるんで、まあいい成績だったんじゃなかろうかと。はい、どうだったでしょうか。アークティック50のエンバーバーニング使っていきましたけども、このエンバーバーニングはあの苦闘のあの黒い鎧のね、あのミシックのやつに入ってあのドローンの小あたりのやつですね。ナイトクルセイドドローンだったかなのやつなんですけども、いや、かっこいいとは思うんだけど、あんまりみんな使ってるとこ見たことないな。どうなんだろう。でもクトーのあの鎧の人は結構見かけるから、持ってる人も いっぱいいると思うんだけどな。やっぱりみんなあの小あたりで当たるあのエピックの銃とかあんまり使わないのかな。うん、でもまあこの銃に関しては普通に自分のアークティック50の方にこのカスタムをそのまま持っていってもらえればね、うん、使えるんで、性能も全く一緒のものになると思うんでね。特にスコープがね、今回はあのつけてあるんで、いや、これ外したらね、多分エンバーバーニングのこの色合いのスコープは普通に多分ついてると思うんで、それでもいいと思うんだけどな。なんで6倍がついてるのか未だに不思議だな。うん、そこをつける必要性はあるんだろうか。いろいろスナイパーでもあるんでしょうね、カスタムが。自分よくわかんないけど。エンバーバーニング持ってらっしゃる方はね、ぜひね、このまま使ってもらってもいいし、まあカスタムしてね、使うことがほとんどでしょうけどね。まあやってもらって楽しんでもらえればいいと思います。アクティク50もね、いい銃だと思うんで、皆さん使ってみてください。ではまた次回を待て。